しく公開された公式イラストである事実に気づいてしまった人たちに対するみんなの反応。ウマ娘で実馬の世代を具体的に表現することってなかなかなかったから珍しいね。オールスター感謝祭かな？なんか見覚えのある構図と思ったらそれか。やっぱりユニちゃんが顔か、サインかな？湘南バシット。番号はダービー勝った年やね。再生ボタンをさせて。何かオールスター感謝祭みたいな構図。春川さん出演しそう。人馬対決マイルチャンピオンシップは実況杉本清氏解説大川圭次郎のレジェンドタッグだったのよ。回答者で伊崎修五郎も出てた記憶。ちなみ赤坂ミニマラソンの1周の距離は2500メートルだ。微妙に惜しい、というか目黒記念だな。ゴルシそれでは全員スタンドアップ。お前は立つなよ。夕方には財布が潤っとると思うと笑いが止まらんわ。潤うと締めるは紙一重なのだ。涙で物理的に潤ってる可能性もあるんだよな。やっぱ丸尾根の最高やな。フラッシュが一番若造なんだな。ネオユニバースさんに3000点。晴天の東京競馬場の空に右手を突き上げました。横山武史です。武史のダービー初勝利は見たい。が、武豊の前人未到のダービー7勝2度目の2連覇も見てみたい。イラストの6人の馬娘の前にある番号札を全部足すと290。そして2プラス9プラス0 11。つまり11番のハーツコンチェルトが勝つというサイン。フラッシュかわいい。ワクワクしてきた。本日、日本ダービーをいただきに参ります、ファントムシーフ。ルパン2の息子がやってくれると信じてるぞ。バンテージに自分から拘束されに行って捕まらないようにね。ブルボンが味わい深い顔をしている。もしダービーで負けても目黒記念があるからリスク分散ができちまうんだ。ソウルだ、サリエラだ、ワッショイ、生まれんで。大体機種は燃え尽きてるからダービー乗ってない機種から買うのが狙い目や。でもウィンキーとスオランとどれ軸にするか悩む。アドマイやベガということはスキルビングか。青馬賞馬は勝てないというジンクスを破れるか。クイズダービーって丸尾根世代だっけ。またブルボンが宇宙作ってる。別宇宙との交信でいられた謎の数値。もうサインとか言う必要もあるまい、車台の2冠馬が誕生する、ただそれだけだ。フリームファクシ期待してるぞ。ダービーはやっぱり特別だよねー。ルメールは来ないってサインだけは読めた。ルメール記者会見記事でバズった人あまりの反響の大きさにお気持ち表明記事出してて草。パクスオとマニカが1着はないかもしれんが絡んでくるかもしれんぞ。馬主がばらけてるのも面白いな。二頭は金子と人参だけか。横山家の三連複で一点勝負。タッケがサツキ三着馬で臨むのは割と現在、過去六勝中三勝がそのパターン。ソウルオリエンスが一倍台になるほどに人気するとは思わんかった。まあでも単勝売れてるのもわかる。ダービーのイラストでウォッカと CB ないのなんでや？好きなのに。今回タッケ勝ちで狙ってるよね。臨戦過程と後カオスがやっぱ違う。メタルスピード、一着はないが連に突っ込んでくる可能性は感じる。タケシの単勝1000円以上と言い切りたいところなんだけど、ちょろちょろ違う馬券も買ってしまうからダメなんだなぁわいは。すげえ豪華。ここに出てないダービー馬娘ってルドルフ帝王スペの3人でいいっけ？さすがに出てない方が多いんじゃないか。なんか、普通やな、去年のイラストを見ながら。オールスター感謝祭。CM 入る時がこんな感じなんだよね、懐かしい。ブルボンどこ見てんだ。宇宙ブルボンなんやろ。初登場ポッケネオユニ。地方スペちゃん、ついにハブられる。ビクトリアマイルの応援イラストにいたししゃあない。アヤベがこっち向いてくれてる。ギムレットがいないのもこれか。オイタンダービー勝ってたんだ。オイタンはダービー以外に G1 を勝ってないんだ。むしろ重賞勝ち蔵自体ダービーだけなんだ。エイシンフラッシュがいるのでダービーは結局聖杯勝ち馬が勝つサインですね。2冠2人、ダービー単冠4人か。中穴くらいのがぶち抜くフラグかもしれん。うおー、ブライレイで。C
史実なら勝利した年なんだけど、ここではどういう捉え方をしてるんだろうか。ソウルナンバー的なものなのかもしれん。ネオユニが一番手前にいるからに、カンバ候補かつ車大 RH の馬か。そんなん都合よくいるわけ。シリウスの顔がデフォルメなのにめちゃくちゃいい。コバ G1 を持ってるのフラッシュだけか。フラッシュって先行の末足ネタにされるけど、めちゃ頑張った方なんやな。めっちゃ頑張ってる方やから詐欺が成立するんや。なるほど、頑張ってなかったら今日はワンチャンってならないもんな。ブルボンはカメラに気づいていないのか、直前の問題でエラーを起こしたのか、どっちだ。これはパクスオトマニカのサインだな。前に置いてる花の色細かくて好き。勝った年ですねー、オラサムソンとかだせー。51とかの数字も出してもよかったんじゃないですかねー、にちゃー。タズナさん。自分が生まれた年は綾部さんがダービー馬だったのか。みんな可愛いではないか。ビップ席かな？にしてもあまり見ない組み合わせ。クイズダービーではなかった模様。何気に豊さんより藤田真嗣さんのが早くダービー勝ってるんよね。まあ回数はその後豊さん圧倒してるけど。アイコンはスペちゃんなのに98は？ダービー馬会合助かる。なるほど、キャラ前の数字は勝った時の年数か。歴代のダービー馬が揃ったイラストは素晴らしい。JRA 公式 CM にこの素晴らしいイラストを流してもっと多くの方々に魅力を知ってほしい。花嫁イベント後にこの中から誰がピックアップくるんだろう。このイラストを見て、オールスター感謝祭とロンドンハーツが頭に思い浮かびました。97も実装しませんか？ネオユニ供給ありがとうございます。ユニポケちゃんかわいい。二冠のネオユニちゃんが一番でっかく書かれてるので、ソウルオリエンスは二冠取れるってことですね。シリウスシンボリはいつ実装するんですかね。シリウスはよ来て。今日はダービーめでたいな。このダービー馬娘のトークショーあったら面白そう。ちゃんとダービー年になってる。全馬に一生に一度しかない名誉の祭典。そこで優勝することははるかに険しく超絶困難である。だけどそこに出走できるだけでも相当だということを忘れてはならない。あれか？豊さんとミルコのワンツーという振りか？来年はクイズダービー。2年連続無敗二冠か。ドラマみたいなリアルが普通に起こるのも競馬の魅力はよねー、しみじみ。へえ、すごく頭の良さそうなグループだねー。ただしポッケくんを除いてだがねー。司会もダービー馬、早川たずなさ、うわ、誰だ、何をする、やめろ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。